サーロインですね、そうめん仕立てにご用意しました。こちらですね、越中の完熟長芋というこちらですね、長芋を昆布締めにしたものですね、ご用意しております。よく混ぜてですね、お食べください。仕上げてまして、お砂糖と胡椒一切入れずにお作りしてございます。どうぞお召し上がりください。こちらがメインのお肉になります。鹿児島の黒牛ご用意させていただきました。ですね、鹿児島のお肉の中でも中山牧場さんというところからうちが、入れさせていただいているお肉でして、すごくお肉の味が濃いものをご用意させていただきました。すごく信頼させていただいている牧場さんでして、すごくいいお肉作られます。お肉のシャトーブリアの部位を今日はご用意させていただきます。お湯加減いかがしましょうか。ちょっとこうもしよかったらミディアムレアぐらいで焼こうかなと思ってるんですけども、ありがとうございます。Well done. Just joking. No, I'm just joking. Thank you. Medium rare. Thank you.チーズになるんですけども、カチョパパロというイタリアのチーズ用意させていただきました。肉はゆっくりとちょっとこう温度を上げさせていただきますので、チーズ、イタリアのチーズでして、こんなチーズになります。このチーズをカットしまして、九州の海に乗せて、焼いてます。九州の、はい、すみません、有明で採れた冷たのりが、はい、もうすごくその中でもかなりいいものをご用意していただいているんですけども、もう簡単なおつまみになりまして、半分ぐらいに持っていただいて、パクッと食べてお酒のあてにしていただければと思います。これ賞味期限1分って言ったって売ってますので。ただ、すごく熱いので、無理されないでください。はい。では、失礼いたします。
定のたたきになります。天然のキクラゲ、だしで炊いたものをつけてございます。かずみのわさびとその作り醤油をつけてございますので、そちらでお召し上がりください。
は、裏に、今からこれ裏に下げるんですけど、裏の焦げたところだけ飛びまして、醤油とみりんに漬け込みまして、1ヶ月後ぐらいにソースになります。ステーキソース？そうです、そうです。醤油とみりんに漬け込んで、1ヶ月経って、干しまして、で、牛の出汁で終わって、それをソースにさせていただきます。これはこっちはどうするんですか？あ、それがこれです。あ、それが、これをソースに。明日はちょっと、そうなんです、ちょっと、親が多くて、確かにそうですね、明日がラーメン屋さんの方がいいかもしれないですね。ラーメン、インスラのガイドブックに載ってるところに。あ、そうですか。楽しみですね。まあ、いろいろ回るのは、すごい好きですけど。焼いてても美味しい、すごい美味しそうな、もうプルプルの、香りもすごくいいですし、このお肉は本当にいいなと思います。
いたします。焼かさせていただいております。でですね、つけてますのが、お塩が淡路の文字を、こちらがですね、生胡椒をつけてございます。まずこちらの塩と胡椒でぜひお召し上がりになってください。お好みでこちらおソースがニンニクと醤油ベースにしたおソースとポン酢ベースのソースをご用意してございます。ニンニクと醤油の方にこちらのからしをお好みでお使いになってお召し上がりになってください。締めにちょうどいいなと思って、ありがとうございます。ほとんどは清水焼きのお皿なんですけど、うちはただこのお皿はたまたま入った酒屋さんであっていいなと思って、うん、そうなんですか、これぴったりですね。まさにカレーのお皿だった昔ながら。シャーベットをさっぱりとさせていただきますので、じゃあですね、評判茶ご用意させていただいております。京都の番茶はちょっとスモーキーなのが特徴的でして、